ピークマちゃん。なあ、ピークマさんの独り言ちゃん。なんか、私の動画を投稿してくれたらしいじゃん。ありがとう。それはそれとして、投稿タイミングがさ、行き違いになっちゃったからさ、なんか変な感じになっちゃったじゃん。どういうことよ、激怒。私がピンクマちゃんの動画を投稿した直後に君が、赤木レイヤーに紹介された。っていう動画を投稿したからさ、タイミング的にさ、ピンクマちゃん紹介動画に対するアンサー動画かと思うじゃん。でも見てみたらさ、前に投稿した5人の YouTuber を紹介するっていう動画へのアンサー動画じゃん。どういうことよ、八つ当たり。まあでも予約投稿してるとね、こういうこともあるから仕方ないよね。なんかごめんね。でもピンクマちゃんならこの件の責任を取って焼き芋になってくれるよね。期待してるよ。ピンクマちゃん、ピンクマっていう名前、一発で変換できないから、入力しづらいんだよね。面倒くさいから、ピンクマちゃんって呼んでもいいかな、と思ったら、いつの間にかチャンネル名が、ポイズンクマさんの独り言に、変わってる。ピンクマちゃん。どういうことよ、これ、ピンクマちゃんっていう名前、結構気に入ってたのに。どうしてくれんのこれ。まあでも名前は自分の好きにつけるのが、一番だからね。今からポイズンクマちゃん。って呼ばせてもらおうかな。あ、ちなみにこのモデル、視聴者兄貴が前に作ってくれた、サンディーモデルだよ。ピンクマちゃんとプロレスするときは、今後サンディーモデルを使おうかなと思ってるよ。最後までご視聴ありがとうございました。